北京五輪のジャンプ男子団体が14日行われ、日本は佐藤光也、26イコール雪印メグミルク、中村直美希、25イコールフライングラボラトリー、小林潤志郎、30イコール雪印メグミルク、そして個人でノーマルヒル金、ラージヒル銀の2つのメダルを獲得した小林陵侑、25イコール土屋ホームの4人で臨んだが、5位に終わった。逆転を狙った2本目、佐藤が124メートル、中村は122メートル、小林潤は120メートルと上位との差を詰められず、第3グループ終了時で6位。メダル圏内の3位ノルウェーとは56、3点差と大きく水を開けられた。その中で今五輪で最終ジャンプとなった小林陵侑は2回目で132.5メートルと意地を見せた。個人でノーマルヒル金、ラージヒルで銀メダルを獲得した小林陵侑。五輪への思いを強くしたのが、銅メダルを獲得した14年ソチ大会の団体戦だった。盛岡中央高に在学当時、テレビで観戦、自身と同じアンカーを務めたのは、師匠の葛西紀明、土屋ホーム、だった。すごいなと思って感動した。最後にあの場面でいいジャンプをしたのりさん、葛西、や、そこまでつなげた3人も、強いなと、今までの五輪の中で最も印象に残っている。初代表の18年ピョンチャン大会に続き、2大会連続で小林陵がアンカーを務め、2大会ぶりの団体戦メダルに挑んだが、届かなかった。